大阪市立大成小学校は、大阪府大阪市東成区にある公立小学校。大正時代、当時の東成郡、鶴橋町の人口増加により、従来の鶴橋第一尋常高等小学校及び、鶴橋第二尋常小学校の校区を再編する形で、鶴橋町で3番目の小学校、東成郡鶴橋第三尋常小学校として1922年に、 開校した。1925年に、鶴橋町が大阪市へ編入され、大阪市鶴橋第三尋常小学校に改称地域の児童数増加傾向が続き学校が過密化したため、1931年3月に東小橋文校を設置した。文校は1932年4月1日付で、大阪市東小橋尋常小学校として、 独立開校している。1940年には、大阪市片井尋常小学校の開校に伴い、従来の校区の一部を片井校の校区へと変更している。1941年の国民学校令により、大阪市体制国民学校に改称した。大阪市では、国民学校への改変の際、従来、地域名学校創立順の番号で名付けられていた。 学校について番号での公名を廃止して地名などを取り入れた公名へ変更することも合わせて指示した。このため従来の鶴橋第三校では学校所在地の大阪市の大都東成区の性を組み合わせ大成の公名を名乗るようになった。なお、東央校所在地は東成区以外の大通という町名だったが1943年に行くの区が新設され、 異界の大通は両区にまたがるようになった。翌1944年に東成区側の異界の大通が東高の公明日南大成通に解消されている。太平洋戦争の選挙区悪化に伴い大阪市を含む大都市の国民学校児童に対して1944年以降学童疎開させる指示が出された。大阪市での学童疎開は遠行原則としたものの 縁故に頼れない児童については、学校から集団疎開に参加させることにした。大阪市では、集団疎開先の府県を、当時の22行政区画区ごとに指定し、東成区の国民学校には、奈良県が疎開先として割り当てられた。大成国民学校の児童は1944年9月以降、奈良県四季郡三和町、小田村井の集団疎開を実施した。 現地の神社や寺院、旅館を宿舎として使用し、現地の三和国民学校や小田国民学校を借用して学習を行っている。1947年の学生改革により、大阪市立大成小学校となった。ありがとうございます。